そして、20番、このクラスの最終車両。はい、このクラスの最終車両。1分15秒865。3番手タイムはゼッケン9番の佐藤文樹選手、1分16秒133というタイムになっています。そしてコース上、今最後の、パイロン曲がって上がってくるのがゼッケン20番の